ロドリコとセルヒオロドリゲスガルシアはスペインカタルーニャ州バルセロナ県マタロー出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー、ミッドフィルダー、FC バルセロナのカンテラ出身の選手。B リスト登録ではあったが2005から2006シーズンからトップチームに定着する。基本的にはカルデスプジョルの控えであったがセンターハーフやボランチでもプレーできるため、 ティアゴ・モッタヤ・ガブリ、ガルシアと共に重宝されていた。2006年夏に出場機会増加を狙い、バルセロナを退団してデポルティー・ボラ・コルーニャへと入団した。しかし、ここでもレギュラー定着には至らず、2007年1月には UD ・アルメリアにレンタル移籍した。その後、ポルトガルやリーガー・エスパニョーラのセグンダ・ディビシオン以下のチームを渡り歩いた。 2011年3月、ロシアプレミアリーグに所属をする、競合 FC スパルタクモスクワに1年半の契約で移籍をした。移籍金は40万ユーロとスポーツ、RU では伝えられている。2012年からは、リーガエスパニョーラのラージョバジェカーの所属。ありがとうございます。